こんにちは。ご視聴ありがとうございます。アクションカスタムワークスの M727 アブダビカービンを紹介します。2024年8月にこのレビューを撮影します。価格は27万5千円です。東京マルイさんの次世代電動ガンをベースにしたカスタムです。2024年8月にこのレビューを撮影します。東京マルイさんの次世代電動ガンをベースにカスタムしたものになります。価格は27万5千円です。取扱説明書を見ると CQBR ベースのようですね。全長は約77センチ。速攻伸ばして85センチ。重量はバッテリー、BB 弾など入っていない状態で 2.77kg でした。マガジン、装弾数82発。重量は 225g でした。まあ、次世代電動ガンのマガジンが使えます。ハイダー見ると、下芋ネジで止まっているし、14ミリ逆ネジです。で、前から見ると、インナーバリア結構前まで来ているように見えます。上からのサイトを見ます。フロントサイドポストしっかりついてます。付属のツールで上下の微調整が可能。いいですね。アリングハンドルにギアサイト。右のダイヤルで左右の微調整。下のダイヤルで高さの調整が行えます。で、ピープは2段階切り替えできます。ライトピッチャーはこんな感じ。ハンドガードがね、すごい細い。よくできてますね。上にはガスチューブが見えます。で、下側。外してみましょうか。はい。外すと、こちらにバッテリーを入れると。戻しますね。はい、しっかりしてますね、ハンドガード。刻印見ると、マガジンハウジングの左に、プロパティオブ US ガバメント。セレクターの左上に、ホルト、マニファクチャー。ASGK 東京マルイの刻印は、ここにないですね。カバーはね、これ、ちょっと当たって閉じれない仕様になってますね。ハンドル引くとカバーが開きます。で、ホップ調整は引いたまま、はい、クリッカー回って操作感もいいですね。マガジンキャッチボタンのストマガジンは自重で落下します。トリガーガードからのトリガー。まあ、ここら辺は特に変わりないですかね。セレクター、軽い力で操作できます。グリップ見ます。グリップカーブ。で、前にはフィンガーチャンネル付き。まあ、握ると、まあ、スタンダード電動ガンというか、次世代電動ガンのもの、そのものに近いんですかね。ストック見ます。上から。ここは、あ、すごい軽い力で、ストックの長さの調整ができます。ちなみに外せますかね。お、簡単に外れますね。バッテリーは次世代ということで、マルイさんのミニ S を用意しました。電圧は 9.39V。リングを手前に引いて、ハンドガード下部を開けます。バッテリーを接続して、なのでなんかもっとちっちゃいバッテリー用意します。バッテリー入れますね。うち、今手持ちの中で一番細長くちっちゃいやつ。電圧は 8.27V。なんかね、他にも繋いだんですけど、ダメでしたね。センターがいいのかな。まあ、というわけで、リポバッテリーかなり小さいものを用意しておいた方がいいかも。G&G のやつ。で、ツーリングローダーを使って。エア環境 GPS カップの的を 15m 先に置きました。
とホップは弱めだけど、やっぱりよく当たりますね。ちょっとだけ強みましょうか。強く打つと、やっぱり弾道素直ですね。いやーいいっすね、やっぱり次世代ね。このシンプルなフォルムもいいし、いいっすね。レスポンスも、まあ、普通に打つ分にはいいですね。あ、実際楽しいですね。初速見ますね。球は G&G0.2 のバイオ弾 92.27 90.0790.57 90.9 90.02 93.5 91.47 90.18 90.46 91.36 フルオートのサイクルは 13.85 発毎秒でした。次は 0.25g で初速を計測します。 76.92 77.85 76.7676.76 77.64 77.52 77.6 77.97 77.24 77.2 78.64 でした。発射音いきます。 50cm 離して 90.1 真横 106.2 銃口は 106.9dB でした。スティールチャレンジをラウンドアバット打ちます。いやーやっぱ次世代ね、利口はあるけどなんか普通に早打ちも楽しめていいですね。はい、オープンサイトも見やすいですね。エアガン競技 APS カップのブルーザイ打ちます。やっぱりキレがいいですね。なんか売ってる感がすごくあって楽しめますね。はい。ちょっと右下に行きましたけど、グルーピング悪くないですね。初速じゃなくてホップ性能を見ます。弾 0.2g。そのまま打つと。ちょっと足りないですね。これでマックスかな？めっちゃ上がります。下げていきます。雨に当たったんですか、今。こんなんで行きましょうか。いいですね。次 0.25 でいきます。このままだと足りないですよね。マックスだとすごい上がる。いいですね。これでいきます。
アブダブカビ。いや、このシンプルで操作性もよく扱いやすかったですね。中身は次世代ということで性能も全く問題なくいいですね。あ、以前にもね、こういった M4 系いっぱい紹介してます。ぜひ評価もご覧ください。最後まで見ていただいてありがとうございました。